はい、今日の一品です。まずは目玉焼きをフライパンで作っておきます。マヨネーズを下に敷いて卵を焼いていきましょう。はい、海苔の切るとこに切り目を入れてご飯を乗せた時に、海苔で包んだ時に分かりやすいようにしておきます。ここにパストラミビーフを2枚、そしてマヨネーズですね。そしてレタスをのせて、ここにもう一度マヨネーズをしてから、先ほど焼いておいた目玉焼きを入れて包んでいきます。はい、そしてこれをカットしたら完成です。パストラミビーフエッグレタスおにぎらず、お弁当にどうぞ。